はい、それでは2018担当本試験を切るを始めてまいります。行政法規を担当いたしますレック専任講師の豊川です。どうかよろしくお願いいたします。で、そして先日ですね、担当本試験受験なさいました全国の受験生の皆様、本当にお疲れ様でした。特にですね、東京で受けた、ね、皆さんはちょっといろいろね、当日いろんなちょっとアクシデントというかイレギュラーなことがありましてね、なかなか予定時間過ぎても会場に入れなくて、でやっと入れたかと思ったらね、試験開始も15分遅れという、まあ、なんかどういう手違いがあったのか分かりませんけども、ね、そういう大変な中で本当に受験されて本当にお疲れ様でした。で、当日私もですね、スタッフから問題をもらいまして、1時から3時ぐらいまでの2時間で私も実際一気にガーッと解いたんですよ。で、率直な感想を言いますと、行政法規ですけど難しかったですね。難しかった。で、結構いろんなね、引っ掛けがあって、私もちょこちょこ引っかかっちゃったんですけどもね。で、あと率直な感想もしますと、過去問で聞かれてない、そういうまあ知識かなり聞かれたなという印象でしたね。で、また過去問で聞かれてる知識も出てはいるんだけど、今までみたいにね、覚えたその過去問の知識をそのまんま当てはめると丸バツが分かるような問題が減ってるなと。その意味で、その過去問の知識はベースにはなるんだけども、それを元にして問題を読んで考える問題がちょっと増えた印象を個人的に持ちました。読んで考える。で、これは私の推測なんですけども、やっぱね、鑑定士のね、まあ、合格者の方ですね、担当に限らず論文もそうなんですけど、結構皆さん丸暗記してね、受かってる方いっぱいいるんですよ。で、これ私の推測ですけど、ひょっとしたらね、国交省もね、そんな丸暗記に耐えるんじゃなくて、もうちょっと自分の頭で考える癖をつけなさいと、そういうね、まあ、警告を含んでるのかなと、まあ、善意解釈すればですよ、そんなふうに印象を持ちました、ね。で、ちょっとレジュメですね、ちょっと見ていきたいんですけども、よいしょ、こちらですね、担当本試験切る行政法規っていうレジュメ、ちょっとね、表紙開けてください。で、回答一覧がここに上がってます。で、よいしょ。ここにですね、正解率上がってます。これ皆さんからですね、レックのオンラインリサーチにお寄せいただいた回答をもとにですね、割り出した数値です。で、すぐ右側の難易度ですね、ABC、これ3段階で表示してあります。A が優しい、C が難しい。ね、この正解率に連動して、この ABC つけてます。もうちょっとね、言いますと、この難易度 A は正解率が 70% 以上です。70% 以上。ね。で、B ですね。B。これは 50% 以上 70% 未満です。ね。中間レベル。で、一番難しかったのが C ランクです。これは正解率が 50% 未満です。50% 未満。A がね、70% 以上。B が 50% 以上 70% 未満、そして C が 50% 未満と、一応この3つで、ね、3段階で表示してあります。で、 A は当然取らなくてはいけない。逆に C は落としてても合否に影響いたしません、ね、そうすると残る中間のこの B ランクの問題、これをどれだけ得点したか、これが大きなポイントになってきます。いわば合否を分ける問題というふうに言えようかと思います、ね、こちら。で、この後ですね、この B ランクの問題中心にちょっとね、見ていきたいと思います、ね、で、ちょっとこのね、その前にちょっと次の裏のページご覧ください。よいしょ。で、行政法規の本年度の試験傾向ということで、私の方でまとめてみました。まず、よいしょ、最初形式面ですね。形式面、組み合わせ問題、ね、皆さんご存知のイーローとかイーハーとか、そういう組み合わせ問題が昨年の25問から22問に3問も減ってます。で、単純整合問題、正しいものはどれか、誤っているものはどれかという単純整合問題が昨年の12問からなんと17問に5問も増えてるんですよ。で、最後、穴埋め問題が昨年の3問から1問、ね、2問減って1問でしたと。で、組み合わせ問題の場合ね、一応ここにも書いておいたんですけど、皆さんご存知の通り、消去法によって比較的答え出しやすいです ね。ところがそれが減って、で、逆に消去法があんまり使えない単純整合問題が5問も増えてます、ね、その意味では形式面だけ見ててもね、
やっぱり昨年よりも解きにくくなったとは言えると思います。で、次にこの内容面ちょっと見ていきたいんですけど、さっきもね、これ申しましたけど、難易度 A、ね、正解率 70% 以上の問題が昨年16問から18問に2問増えてる、まあ、微増ですね、若干増えてる。ところが次なんですよ、難易度 B、 これ中間ですね、正解率 50% 以上 70% 未満の問題が昨年の19問から12問になんと7問も激減してんですよ。で、さらには最後難易度 C です。これ正解率 50% 未満なんですけど、これが昨年の5問から今年10問に5問も増えてる。中間レベルがごっそり減って、一番難しいレベルの C ランクね、 C、 これが増えてるんですよ。ですから、もう皆さん実際問題を解きになっててね、なんか難しいな、そういうふうに実感されたら、もう客観的にこの数値に出てます、ね。で、ちょっと続きますよ。で、一応ですね、行政法規の平均点ですけども、レックのオンラインリサーチによりますとですね、まあこれ今日現在です。5月15日現在のものなんですけども、オンラインリサーチによりますと、行政法規の平均点が 62.6 点です。昨年が、これも載っけましたけど、66.0 だったんですけども、なんと 3.4 点も去年より下がってるんですよ。ね、問題数に置き換えると1問からまあ2問分ぐらい、ね、これ下がってます。その意味でもやっぱり難しかったってことが言えるわけですね。で、ちょっと続けます。で、今年の特徴として、不動産特定共同事業法が出題されませんでした、ね。で、代わりに不動産登記法がなんと2問、私もびっくりしたんですけど、問いの22と23でなんと2問も出た。で、さらには相続税法ね、問いの39番ですけど、相続税法では贈与税だけが聞かれた。で、さらには平成21年から毎年出題されてきた投資信託及び投資法人に関する法律、いわゆる投信法が今年は出題されず、代わりに資産の流動化に関する法律がね、丸々1問問いの40番で出されたと。ちなみにこの資産の流動化に関する法律、昨年問いの40番の、1個の足ですね。いの足だったかな。いの足で1個だけ、これ聞かれただけだったんですけど、なんと今年は丸々1問出題されました。ね。で、ちょっと総括のところをご覧いただきたいんですけども、まあ、今年は全体的に難しかったということで、一応ね、担当は、当然皆さんご存知の通り、行政法規と鑑定量の合計点で合否が決まるわけですけど、一応ちょっと切り離してね、行政法規だけ見てみますと、一応 62.5 点、問題数に置き換えると、まあ25問ぐらいがまあ合格レベルかなと。ね。まあ本当平均ですよ。平均。まあそれぐらい今年難しかったということが言えようかと思います。ね。で、続きまして、ちょっと問題見ていきます。で、この後ね、ちょっと、問いの4番ちょっと開けてみてください。5ページですね。ここに5って振ってありますけど、5ページの問いの4番ちょっと開けてみてください。これオンラインリサーチによりますと、これ B ランクです。地下工事法ね、 69% の正解率、まあギリね、ちょっと A に届かなかったということで、これ皆さんできましたかね。これはね、まあ、誤ってるもどれかということで、いわゆる単純整合問題なんですけども、正解が足の3番でした。で、後でね、試験終わった後で、皆さんとね、お話しいたしましたら、2番と3番で悩んだって方が結構いらしたんですよ。で、ちょっと2番見ておきますと、この法律は、都市及びその周辺の地域等において標準値を選定し、その正常な価格を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することを目的とするとされているってことで、いわゆる地価公示法の目的を聞いてる足なんですね。で、地価公示法の目的って皆さんご存知の通り、2つありました。2つあって、講義の中でも再三私ね、申し上げてきたんですけど、実はこの足、その目的2つが、これ省かれてるんですよ。条文だとこれ1条なんですよ。地価公示法の1条で、これ条文の最初とお尻をつなぎ合わせてるだけです。だから厳密にいくと必ずしも正確な問題文では言えない。でも全く誤りとも言い切れない。だからちょっと2番でね、保留して次の3番に行った方結構多いと思うんですよ。
で、足の3番見るとこれ完全に誤りです。どこが誤りかっていうと、ここですね。最も近接する標準値、ね、2行目の終わりから3行目です。これは平成23年の過去問でも聞かれてます。レックから出している足別にも載っけてあります。ね、これは近接ではなくて類似でした。類似。ね、だからこれ2番と3番で悩むんだけれど、足を2つに絞ったら、これ私直前講座で申し上げたんですけど、足を比較してくださいねって言いました。足を比較してどっちに傷があるか、ね、比較して判断してくださいねって申し上げた。そうすると確かに足の2番についても疑義はあるけども、足の3番との単純なね比較をすると足の3番の方が、ね、傷が大きいということで、まあ、足の3番これを正解しにしてほしかったんですね。で、実際この足の2番ですね、本当に不正確な表現です。でも全く誤りとも言い切れない。で、今年実はこういうね1個の足に飛びつくと間違えるような、そういうね、まあ、罠って言いますかね、結構仕掛けてあります。私もこのちょっとあまり触れたくないですが、多分ちょっと引っかかったのあったんですよ。ちょっと悔しかったんですけどね、まあ、そういう問題でした。で、ちょっと続けます。で、今度次のページめくってください。問いの7番、これもちょっと見ておきます。これ都市計画法ですね、6ページです。6ページの問いの7番、これもやっぱり B ランクで、うしょ、正解率が 56% でした。皆さんできました？これ微妙で、これもね、いきますよ。都市計画法における市街化調整区域において定められる、ね、地区整備計画について、当該地区整備計画に定めることができないものってことで、これ過去問にも、ね、出てますし、デックの合格基礎テキストにもバッチリ載ってます、ね、これ定めることができないもの、確か3つあったよな。で、3つとも最低限度だったよな。これは皆さんおそらく条件反射で頭に思い浮かべられたと思うんですよ。で、最低限度を見ていくと、ちょっと大きくしますよ。ハニホです。ハニホ。ね。そうすると、いい色を含んでる足が、これ切れちゃいますね。1、2、3、切れて。残りは4と5です。ね。まさに、これね。消去法を使って、こういう組み合わせ問題の場合ですね。で、4と5が残る。で、歩が共通ですから、あとは歯と2を比較する。ね。で、どっちかな。敷地面積かな。ね。あるいは建築面積かな。最後、こういう問題になります。で、この時にもう一回趣旨を考えてほしかったんですよ。なんでこれ最低限度定めたらダメなの？最低限度定めると、それ以上の建物を建てなきゃいけない。市街化が促進されてしまう。それはこの市街化調整区域にあっては困るわけですね。真っ向から反する、ね、ですから最低限度定めると、ね、建物が大きくなって市街化が促進されてしまう。その視点から考えると、まあ、敷地面積じゃなくて建物の建築面積だろうな、こういうふうな推論をちょっと働かせてほしかったんですね。もちろん知識があれば知識で切れる。でも知識がなくても一応ここでね、建築面積、これ建築面積って、これ建築基準法でやりましたね。建蔽率の時出てくるでしょ。建物の1階部分の床面積ですよ。ね。この知識もやっぱり思い出して。で、やっぱり2かな。で、建物のね、大きくなるのを防ぐ。ね、市街化の促進を防ぐ。だったら建築面積かな。ね。そんな推論を働かして、ちょっと答えを出していただきたかったですね。これが5番。ね、正解詞が5番でした。だから私としてはちょっと B ランクで 56% っていうのはちょっと意外な印象を受けました。ちょっと取ってほしかったですね。で、続いて今度問いの10番、これも見ます。8ページ開けてみてください。よいしょ。これも都市計画法で B ランクだったんですよ。で、なんと 57%、 って感じですね。これはできてほしかったなという感じで。で、まず、イの足を見ますとね、開発行為に関係がある公共施設と来てるから、ね。これは、協議プラス同意ってことで、ちょっとイは怪しいなと、ね、思って、でもちょっと確信が持てなくて、次のロに行く。すると、このロはしっかりこれ、切れますよね。
開発許可を受けた者は当該開発区域の全部について当該開発項に関する工事を完了ですよ、工事の完了したら知事への届け出だった。他にも工事を廃止したりあるいは警備変更した場合もやっぱり都道府県知事への届け出ってやりましたね。そうするとこの路は正しいよね。でさらには続けて歯の足を見ますと、開発許可を受けた開発区域内の土地において知事が支障がないと認めた時は工事の、ね、完了公告が行われる前、いわゆる工事完了公告前であっても建物を建てることができたね。これもやりましたね。これもやっぱり歯を見て正しいと。そうするとこの路と歯だけで実は消去法でこれ答えがやっぱ出ちゃいます。こちら、ね、路と歯だから歯、路と歯含んでるやつですね。こちら、パッパッパ、ね、そうすると、まあ、正解し2番と、ね、まさにこのたった2つの足だけで消去法を用いると正解し2番という答えが導かせる、ね、出すことができる。なのになんでこれ 57% なのかな、ね、ちょっと私の中では釈然としないものが残りました。であと続けてちょっと見ていきますね。あとちょっと飛びまして、こっちだ、20ページちょっと開けてください。20ページですね。こちら、問いの25番、宅地造成等規制法です。こちら、これはね C でした。正解率が 41%。 まあこれはさっきも申しましたけど、数字的にはね落としてても合否に影響はいたしません。ただ本当にこれそんなできなかったのかなっていう印象があります。でこれ誤ってもどれかっていう、やっぱりこれも単純整合なんですけども、私この前ね、あの当日水道橋の検討会の時にも皆さんにお話したんですけど、私これ実際自分で解いてみたら全部丸になっちゃったんですよ。で答えがなくてちょっとヒヤッとして、で改めて問題文見てみたら4番、あこれがおかしいねってことでね、これが正解しというふうに発表したと思います、ね、でこれ4番ね、これ2行目の終わりから3行目見ていただきますと造成宅地防災区域になってる。でもこれ正解は宅地造成工事規制区域ですね。規制区域、これ後で私レックの合格基礎テキストを見たら丸々ね、この宅地造成工事規制区域の説明としてテキストにも上がってましたね。私も本当自分でテキスト作ってて、そんなのもちょっと見落としてたっていうことで、でこれねちょっとお聞きしますよ。名前が出てるんですよ、これ宅地造成工事規制区、ごめんなさいちょっと字が別に区域ね、に関する説明です。ただこれね今まで真正面から過去問で意外と聞かれてないんですよ。テキストには普通に載ってます。でこういうのを実は真正面から聞いてきた、やっぱりこれも一つの今年の特徴かなと思います。もう当たり前と思ってこう読み過ごしてしまう。でもそれを真正面から聞かれるとえー、って感じでちょっと実はねこうやってもうたじろいでしまう、そういうのを結構聞いてきてました。でさらにちょっと続けまして、今度ね24ページですね、24ページ、これちょっとね触れておきたいんですけど、文化財保護法です。文化財保護法、これ B ランクでよいしょ、正解率が 61% でした。でこれもね実際私もこれ結構、まあ、正直言うとねあまり悩まなかったんですよ。ただ私この数字が頭入ってたんで、これねこれロナー賞を見ると30っていうのはこれ誤りなんですよ。これ10日なので、この数字が頭に入ってた方はこの問題結構簡単に出したと思う。次の歯ね、この路と歯、この2つの足が分かるとこれ消去法で答え出ちゃうんですよ。出ちゃうの。特に歯についてはこれ基本的な知識です。30日前までに長官に届け出っていうね、これ基本的な知識なんで、路についてこれあ30日じゃなくて10日だよっていう知識もし入ってればこの2つだけで答えを出すことができた、ね、特にこれ1行目見るとこれ盗みって書いてでしょ、盗みって書いてあってこれ盗難、盗難でしょ、盗難の盗で10日、10
東南の東で10日という感じで、ね、皆さんの中でこの数字まで押さえてた方は結構この2つで答え出すことできたかな。でもちょっと数字まで入ってないよって方はおそらくちょっと難しかったかもしれない、ね、結構今年そういうね微妙なもの出してますね。であともうちょっといきますよ。今度問いのごめんなさい28ページちょっと開けてください。28ページの問いの36番ですね。これもちょっと見ておきたいと思います。法人税法、これ皆さんできました？これもオンラインリサーチ見ると B ランクで、まあギリね、ギリこう B ランクでした。私的にはこれは絶対もっとできてほしかったなという感じですね。特にこれもね、ロとハたった2つの足だけで答え出ちゃいます。ロとハの2つだけで。ロについては損金経理減額方式ね。あとハについては1年だよね、1年だよね。このたった2つの知識さえあれば、仮に意の足で悩んだとしてもね、悩んだとしても簡単に答えが出ちゃうんですね。ですからこれもね、本当にちょっともうちょっと取ってほしかったな、そんな印象です、ね、今ざーっとあの問題ね、あのご覧いただいてきたわけですけども、いかがでしょう。結構 B ランクって言われてるやつ、本当にちょっと一皮むくと結構簡単に取れちゃう。でも実際あのね、緊張した本番時にね、なかなかそこまで冷静に解けるか、私も結構テンパって早く解かなきゃって感じでね、結構ね読み飛ばしたりとかしてね、結構引っかかったりしたんですけどもね、一応そんなとこです。で最後にちょっとまとめなんですけども、特に皆さんの中でね、まあちょっと今年はちょっと合格厳しいかなって方ね、もう来年に向けて始めるよっていう方、あるいはまあ今年受けなくてね、来年初めて受けますっていう方にちょっと向けて申し上げますと、あの過去問中心の勉強のやり方は変わらないと思う。もっと言うと変えないでください。やっぱり過去問で繰り返し聞かれている知識がベースにはなってるんですよ。ベースにはなってる。ただその代わり、その単なる暗記ですね。冒頭でもお話しましたけど、今までだったら過去問の表現だけ覚えてね、で問題に当てはめて丸か×かすぐに、ね、回答できる問題が多かったけども、なかなかすぐにそれができない問題が増えてきてるんで、過去問中心は変わらないんだけども、ぜひ単なる暗記じゃなくて自分なりにもう少し理解をして覚えるっていうふうにやってみてください、ね、単なる暗記では太刀打ちできない。おそらくそういう傾向がこれからも続くのかなと思いますんで、ね、過去問中心ではあっても単なる暗記ではなくて自分なりにある程度理解する。あの完璧な理解なんかできません。調べる道具もあんまりありませんし、ね、じゃあ役所に聞いたら全部答えてくれるのか、なかなかそれもできませんから、自分なりの理解でいいです。自分なりのイメージって言ってるのかな。であとまた来年に向けてですけども、特にそうですね、今回もそうでしたけど過去問で聞かれてない知識が結構出てますんで、そういう初見の問題に対するトレーニングって意味でもね、あのレックの担当実践討練等のね、そういう討練あるいは模試をね、ぜひ積極的に活用するようにしてみてください、ね、よろしいでしょうか。であと最後ですけども、私の中ではね、実を言うと行政法規って6割でいいと思ってます。私の中では逆に理論を8割取ってください。で合わせて7割で、国交省が皆さんご存知の通り概ね7割を合格点とするというふうにはっきり言ってますから、7割の140点を大きく超えて、ね、合格ラインになることは絶対ありえない。当然国交省非難浴びますからそんなことしない、ね、だから一応まあ合わせて7割で、内訳としては行政法規所詮担当で終わりですから、だから6割取れればよしと、ね、逆に理論は論文もありますから、配点の半分が、ね、鑑定論ですから、ぜひ論文の、ね、勉強をしっかりと、ね、あの腰を据えてやるようにしてみてください。その意味では今回ね、まあ、6割取れてれば、ね、よしと、そういうふうにまあご理解ください。よろしいでしょうか、ね、じゃあ一応私の方から以上といたします。ありがとうございました。はい、関東理論、鑑定理論を担当しますレック専任講師の川原です。ではお手元は今度は、鑑定理論のレジュメの方を準備してください。はい、で、レジュメの表紙めくっていただきまして、で回答一覧がありまして、で次のページですね、本試験の傾向書かれているところですね、そちらを開いてください。はい、本年度の傾向書かれているところですね、そちらを見てください。
はい、まずは3行目括弧1ですね、難易度から確認をしていきます。正解率 70% 以上の、まあ、確実に取ってもらえて A ランクの問題が26問、正解率 50% 以上 70% 未満の、まあ、合否を分ける B ランクの問題が9問で、正解率 50% 未満の、まあ、合否に影響しない C ランクの問題が、まあ、5問という割合でした。まあ、昨年度から比較をしますと、次の行ですね、C ランクの問題が、2問減少し、で、AB ランクの問題が1問ずつ増加をしている、まあ、そういった変化が見られました。で、最終2行、引っ掛け的な足がほとんどなかったことから、まあ、全体としては、まあ、内容面ですね、難易度としては、まあ、優しくなっていたのかな、そういった内容面ということになってきます。では続いて括弧に形式面のところを見てください。形式面、個数問題が0であることおよび計算問題が2問と少ないことが固定化された感があり、その他の配分としては単純整合問題が、まあ、昨年と同じ14問、組み合わせが2問増えて21問、穴埋め問題が2問減って3問という割合になっています。まあ、例えば個数問題が復活するとか、計算問題が5問に戻るとか、まあ、そういった大きな変化はありませんでしたので、形式面に関して言うと、まあ、最後ですね、昨年度から大きな変更というのは、ね、特に認められませんでした。では括弧3、出題分野のところを見てください。傾向としましては、これ昨年度から引き続きですね、全範囲からまんべんなく出題されています。出ない章というのはなかったですね。まあ、それぞれのまあ分野のある程度ボリュームに応じた問数が、まあね、バランスよく出されていたということになってきます。ただ1点だけ、2行目ですかね、平成26年改正に関わる分野であります、まあ、総論第5章、鑑定評価の条件の出題が多いというのが傾向として、ね、こう見受けられました。少し多かったですよね。あの条件ってちょっと難しいんで、そういった意味で、ね、難しいもので、ね、続いたと思います。あの条件というのは要件論なので、これ問題作りやすいんですね。この要件で足りるかとか足りないかとか、という意味では今後のやっぱ出される可能性があるので、条件というのはある程度しっかりと事前に準備をしておく必要があるということになってきます。でさらにはその他の傾向としましては、括弧4のところを見てください。まず1つ目、その他傾向としては、価格形成要因の例示や総合定款事項など暗記さえしていれば解けるような問題が増加しています。まあ、3章なんか特にそういった問題が多かったですね。なぜかと言いますと、続きの文章、これ、平成28年ですかね、3年ぐらい前に問題の見直しが行われたんですけど、そこで実務的な問題はね、なるべく出題しない、そういった傾向に変わっています。でその反動というわけではないと思うんですけど、まあ、代わりに暗記勝負的な問題が、まあ、増加している、そういった傾向が近年認められるということになってきます。で続いて2つ目の特徴ですかね、括弧4、2行目、第2段落、また書きのところ。また、昨年度に引き続き、各論第3章、証券化対象動作の鑑定評価の問題が、まあ、ある程度難易度が高い問題が多かったということ。特にあの最後の2問ですかね、あの収益費用項目の問題ありますよね、37、8ですかね。私も回答を出していて、最後2問は最後の2問悩むのかと思いましたので、これ結構ね、難しかったと思います。証券化はね、結構難しい傾向にあるということになってきます。あとは最終行ですかね、括弧4。計算問題ですね、2問出されました。で、一応見ますと、問題39の方がやっぱり取りやすかったんじゃないかなと思います。まあでもデータリサーチ見ると40の方が正解率高いんですよね。ただ、まあ2問中どちらか1問は、ね、ある程度時間がね、そんなに足りなかったということはなかったと思いますので、与えられた時間の中で2問中1問ぐらいは計算問題ですね、まあ、拾ってほしかったということになってきます。で踏まえてですね、まあ、総括です。最終段落見てください。以上より本年度の担当式試験は、設定や表現が曖昧なやや疑義のある問題や、大把握の難しい足が含まれた問題が少なからずありましたが、引っ掛け的な問題がなくなり、消去法で正解を導き出せる問題がこれ昨年以上に多かったことから、まあ、過去問を繰り返しておいて出題されやすいポイントを中心にしっかりと準備をしていた受験生ならば、まあ、十分にですね、それなりの点数対応ができたものと考えられます。なので、まあ、最終行ですね、鑑定理論としての合格ラインは、昨年度、7割弱ぐらいが一応合格ラインだったんですけど、それよりも上がりまして、まあ、7割強ですね、まあ、問数でいうと、まあ、29問くらいが、まあ、鑑定理論としての合格ラインだったのかなということです。
一応 A ランクが26問ですね。それ確実に取って B ランクは9問ですので、そのうちの半分ぐらい取っていただいて、まあ、29問とか30問とか、取ってほしかったなということになってきます。私は今年の本試験ですね、大阪の梅田本校で本試験当日ですね、解答速報班やらせていただきました。4時に問題文を入手して、で1時間で問題解いて5時から私の解答を発表するっていうのをやったんですけど、まあ、計算問題まで間に合わなかったんですけど38問発表しました。これ去年もやったんですけど、去年は恥ずかしながら2問間違えたんですね。引っ掛け的な足があったんですね。まんまと引っ掛かって38問中2問間違えました。まあ、間違えた2問は実際正解率が非常に低かったので合否で影響しませんでした。で今年はというと一応無事38問全部合ってました。何が言いたいかというと、そういったザーって読んでしまうと引っかかるような問題がほぼなかったってことなんですよね。なので多分2問分、去年2問間違えて今年間違えなかったので2問分、5点ぐらいは鑑定理論合格ラインが上がるんじゃないかなってその時も思いましたんで、まあ、去年がだいたい6割7分5厘ぐらいだったので多分70点ちょいぐらいが合格ラインなんじゃないかな、そんな気がしています。では可能な限り、合否を分けた問題確認していきましょう。ではレジュメ3ページ進んでください。はい、3ページ、じゃあ問題3から見ていきましょう。はい、問題3、不動産の類型に関する組み合わせ問題ですね。正しいものはハとホですね。これ4番が正解の問題です。これ正解率は 69% でしたね。69%、まあ、B ランクですね。合否を分ける問題ということになってきます。で、これじゃあ消去法的なのを取り出す方ですね。稲足見てください。稲足建付地なんですけど、後半ですね、建物敷地が同一の所有者に属していない場合もある。そんなことないですね。まあ、建付地のある意味唯一の要件というのが土地建物所有者が同一人ということですので、これは明らかに誤りですね。ああ、これ誤りなんだと判断できたはずです。で続いて炉の足見てください。くたてです。で最後占有部分を指すと書かれています。くたてというのは3つの構成要素から成り立ってますね。占有部分、共用部分、敷地利用権、これも明らかです。なので誤りなしと判断できます。で1つ飛ばして2の足見てください。区分地条件で少し飛ばして地下部分を使用する際のみに設定される。定義は覚えてなくてもテキストで図で高圧線の図が載っていたのを覚えてませんかね。地下または空間に上下の範囲を定めて設定するのが区分地条件です。地下のみではないです。そこからもこれ誤りだと判断できるはずです。なので色には明らかに誤りと判断できるので、まあ、消去法的にも4番が正しい組み合わせと判断できたはずです。ちなみに穂の足、ちょっと表現が曖昧なんですけど、穂の足は平成24年の問題3の足の位置ほぼそのままです。もうほとんどそのままです。なので過去問足ベトをしっかり解いていれば皆さんこれ解いているはずです。なのでこれ正しいと判断できたはずです。で歯の足も結局これ複合不動産用途変更等々が最有効仕様と判定されることがあるんですよ、そういったね単純な内容です。なので、まあ、歯と歯が正しいと判断して素直に4が正解と判断することもできる、まあ、そういった意味ではこれね確実に取ってもらいたかった問題3ということになってきます。はい、では9ページ問題11見ていきましょう。はい、9ページ下問題11、鑑定評価の条件に関する問題ですね。単純整合問題、正しいものは2番ですね。これ2番が正解ということになってきます。これ正解率は 61% ですね。やはり合否を分ける B ランクの問題ということになってきます。でまずはじゃあ1番なし見てください。調査範囲と条件の設定対象ですね。これ留意事項に示されて4つが並んでいます。で最後この4つに限られるかというと、あれらはあくまで例示ですよね。これ例示です。なので、1番なし、誤り。これ判断できると思うんですよね。あくまで4つ、例示です。で続いて1つ飛ばして、3番なし見てください。3番なし。これ、工事の完了に関わる条件についての問題で、面積、形状等の変更を伴う造成工事の完了に関する条件は、個別的要因に関する想定上の条件かといいますと、これ工事の完了に関わる条件、
対象不動産の根幹に関わるような面積だったり用途だったりそういったものが変更するような工事の完了に関わるものはこれ対象確定条件として未竣工建物と鑑定評価に該当してそうではない対象不動産の根幹に関わらないような工事の完了に関わるものはこれ個別的要因についての想定上の条件なんですよって形でこれ公開模試だったりファイナル模試等々でもこれ繰り返し説明していたところです。なのでこの3番は明らかに誤りと判断できたはずです。しっかりと復習をしていれば。で、5番の足見てください。5番の足。現実の状態を、現況利用を所有とすればですね。現況所有の場合。この場合、依頼者との間の合意を必要としないかってことです。現況を所有とすることもこれ対象確定条件の一つです。条件である以上全ての条件共通の要件論であります大前提であります依頼者との合意というのがこれ必ず必要になっていきます。なのに必要としないとなってますので5番誤りと判断できます。で残りは2と4ということですよね。で4は確かに難しいです。想定上の条件妥当性というのはこれ基準上は特に実現性合法性の観点から検討しなさい特にって文言が入ってるんですね。なのにこれのみってなってますよね。これ誤りなんです。ただこののみという文言は限定文言なのでちょっと怪しいなと判断できますよね。一方で2番の足というのはこれズバリこれ基準の文言通りです。調査範囲等条件というのは利用者の利益を害する恐れがないこの一要件さえ満たせば設定することができるこの場合に限られるということです。変に難しく考えずに2番を正解と判断してほしかったね。ぜひ取ってもらいたかった問題11ということになってきます。では11ページ問題14見ていきましょう。はい、同一受給権に関する組み合わせ問題ですね。誤っているものは、イとロですね。これ正解は1番ということになっていきます。でこれは正解率はかなり低かったですよね。26% ですよね。こう C ランクです。まだ取れなくてもやむを得なかったかなって気はするんですけど、これうまくやっぱり消去法を使えば、もう少しこれ正解率上げれたはずなんですよね。まずは、下2つ、2と保というのは、これ留意事項の文言です。まあ留意事項を抑えられていれば正しいと判断できるんですけど、まあ留意事項は若干細かいわけなので、この2と保だけではなかなか判断が難しい。一方で、炉の足見てください。これ絶対にこの炉の足はまずね、中心として考える。高度商業地域、まあ、これ正確には高度商業地とすべきなんですけど、高度商業地の同一受給権というのは、最後、地縁的先行性により地域的範囲が狭められる傾向がありましたかってことです。これ講義で繰り返し言ってきました。地元意識地縁的先行性によって狭められる傾向があるのは住宅地と普通商業地ですよね。高度商業地はそういった傾向は認められません。これ東連等々で出していますので、まずこの炉の足はしっかりと誤りと判断してほしいんですね。これは気づけたはずです。これ重要な知識です。そうなってくると、まずは選択肢の中で、炉が必ず含まれていなければならないので、炉が含まれていない3と5というのが除かれるというのは判断できるんですね。炉は絶対なので。で、3と5は省かれます。で、この次がステップ難しいんですね。じゃあ、歯の足見てください。歯の足。これ、鑑定評価報告書の記載に関する問題です。総論第9章で、まあ、最有効使用の、鑑定評価額の決定の理由の要旨のところで、こう7つ項目があって、その1番目が、地域分析、個別分析に関する事項、これ記載していく必要があります。で、ここは、ポイントは、これ基本的には6章で把握した事柄を記載すべきということなんですけど、ここの覚え方は、これ、記載しなくてもいいものが、これ1つあるわけなんですね。それは事例の存する類似地域に関する事柄はこれ記載は求められていないですね。逆に言うとそれ以外の地域分析個別分析に関わる事柄は記載しなさいと求められているわけなんですね。なので対象不動産が存するエリアであります同一受給権の範囲状況さらにはこれ市場分析結果ですね。これらは鑑定評価報告書に記載が求められています。なのでこれ正しそうだなとなんとなくやっぱり判断してほしかったんですね。ああ類似地域が何か含まれていないなって先生言ってたなってことは逆に言うと同一受給権絡み市場分析絡みというのは記載として求められていたんじゃないかな
で一方で意の足がこれ難しかったんですね。意の足こう引っかかったのはやむを得ないと思うんですけど、住宅地の同一受給権で2行目後半、地域の名声品位等の先行性の強さによって地域的範囲が狭められる傾向があるってことですよね。これ文言として示されているのは特に影響を与える場合があると書かれているんですね。そこと違うんで間違えて、それなかなか難しいんですけど、ここはやっぱり理解ですよね。これ高級住宅街、高級住宅地、まあ、有料住宅地についての話ですね。高級住宅地というのはすぐそばの普通住宅地よりも多少離れていても同じような名声品位のやっぱり高級住宅地をライバルと考えるわけなんですね。ってことは通常は同一受給権の範囲というのは広げられる傾向があるわけなんですね。なのにこれ狭められる傾向があるとなっていますよね。まあ、そういった理解からなんとなく誤りと判断してほしかった。ただそうじゃなくても、まあ、2分の1、3分の1ぐらいに絞れたはずなんですね。そういった意味ではロー中心にしっかりと考えればここまで悪い正解率にはならなかったと思います。もう少し正解率を上げてほしかったなという気がしています。はい、では続いて20ページ23問見ていきましょう。20ページ進んでください。はい、継続賃料を求める鑑定評価の証に関する、まあ、組み合わせ問題、正しいものはロニホですね。4番が正解ということになってきます。こちら正解率 63% ですかね。やはり合否を分ける問題ということになってきます。まあでもこれやっぱ確実取ってほしいわけですよね。まずはでは意の足、差額配分法についての知識ね。差額配分法というのはどういった証拠かといいますと、今新規に貸したならば本来もらって払ってしかるべき賃料と現行の実際との賃料との差額を調整していく、そういった手法です。なので差額配分法というのは冒頭対象不動産の経済価値に即応した今新規に貸したならば本来払ってもらってしかるべき賃料なんで、これ新規賃料でなければならないんですね。なのに適正な継続賃料となっていますよね。なのでこれ明らかに誤りです。今新規に貸したならば適正な賃料と現行の実際の賃料との差額を調整していきますので、継続となっている意の足、これ明らかに誤りです。で歯の足見てください。利回り法における継続賃料利回りの求め方です。で利回り法の特徴というのは、直近合意時点の利回りを重視して継続賃料利回りを求めて、ただかけるべき基礎価格は価格時点のもの、足すべき必要諸経費も価格時点のものを使うことによって今の事情変更との調整を図っていく、そういった手法です。だから継続賃料利回りは直近合意時点における基礎価格に対する純賃料の割合を踏まえ重視して求めていく必要があります。なのに歯の足は価格時点におけるとなっていますよね。これも明らかに誤りです。なので意と歯が明らかに誤りというのはそんなにこれ難しくなく判断することができます。そうすると意と歯、これ誤り、正しいものを選ばなきゃならないので意と歯が含まれている足をこれ除きますと、もう自動的に4番が正解と判断できるということになってきます。意図破砕しっかり分かっていれば十分に正解を導き出せる、確実に取ってもらいたかった23問ということになってきます。はい、では25ページ問題30見ていきましょう。はい、25ページ下、定期借地権、まあ、要は借地権の総合的勘案事項の穴埋め問題です。正しい穴埋め組み合わせは、これ4番が正解でしたね。正解率はこちら 44% ですかね。まあ、ちょっと C ランクでなかなか難しかったとは思います。これ勘案事項なので、なかなか細かいところですよね。なので、まあ、落としてもやむを得なかったと思うんですが、ちょっと手前味噌なんですけど、直前のオプション講義で一応10点アップできる河原メソッドと講義やらせていただいたんですけど、そこでこの勘案事項を表を使ってこう説明させていただいたんですね。もしもそれ取っていたならば、これ簡単に解けたはずなんですね。こう表で説明しました。で、特にポイントは、この歯の足ですね。歯。歯に入る足ですね。穴ですね。2つですよね。結局借地権の取引利回りか底地の取引利回りかということになってきます。
で、ポイント、取引利回りというのは、取引価格に対する収益、純収益の割合のことを取引利回りと言います。取引価格に対する土地が生み出している収益の割合です。土地が収益を生み出しているのは、それは地代を払っている借地権じゃなくて、底地なんですね。だから取引利回りの主語になるのは、これ底地なんですね。それをね、講義で説明させていただいたんですけど、それさえ分かっていれば、ある程度これ4番が正解と判断できた、そういったこれ穴埋め問題ということになっていきます。ただ、それちょっと講義受けたらなかなか難しく、落としても気にする必要はないんですけど、そういった講義を取っていただいたならば、ね、得点源にできた問題だったんじゃないかなと思います。では続いて26ページ、問題32見てください。問題32、特定価格の求め方ですね、鑑定評価に関する単純整合問題、誤っているものはこれ4番ですね、4番が正解です。これ正解率65% でしたね。やはり B ラーク合否を分ける問題です。で、格論一章の最後に、特定価格3つの例示がありますね。投資財産価値、早期売却、事業継続。それぞれごとの、鑑定評価額の求め方、要はどの手法を適用して、どんな重み付けで、評価するのか、それが示されています。で、いずれの例示の場面も、3手法ですね。原取収、原価法取引事例、過去収益還元法を適用するというのは共通なんですね。あとはそれぞれ積算基準収益をどういった重み付けで評価していくのか、それがちょっと微妙に違う。で、すべての例示で共通のルールがあると講義で説明したはずです。で、そのうちの一つのルールが、積算価格はいずれの例示の場面においても一番下の検証というポジションになっているんですよと、これ説明しました。積算価格、原価法です。原価法というのは、いくらで建てれるか、ハード面に着目した手法です。なので、早期売却とか事業継続、そういった事情をなかなか織り込むことが難しい手法です。なので、積算価格は、どの例示の場面においても、一番下の検証というポジションになっています。なので、まずはそこをチェックしてくださいとお話ししました。チェックすれば、4番の足。これ事業継続の場面で例示の3番目の求め方なんですけど、積算価格を比較考量の上って書かれてますよね。もうこれピンポイントです。これ誤りと判断できます。その共通のルールさえしっかりと押さえていて、それをまずチェックしていただければ、もうそれぞれ細かく見なくても4番がこれ誤りと判断することができた、ぜひ取っていただきたかった、問題32ということになってきます。はい、じゃあ最後28ページ問題34見ていきましょう。はい、賃料と鑑定評価の問題ですね。誤っているものは、ロハホですね。これ5番が正解ということになってきます。正解率これ 46% ですね。なかなか難しかった問題だと思います。ただこれもある程度消去法で。まずは、そうですね。いろは、歯の足見てください。積算法の期待利回りと、減価償却期の対応関係ですよね。償却後の純収益に対応した期待利回りを用いる場合には、必要諸経費等を、として減価償却期計上する必要がないかというと、これ、しっかりとテキストにも対応関係が示されていましたよね。必要諸経費等として減価償却費を計上する場合には、ダブルカウントを二重計上しないように、その減価償却費が除かれた償却後純収益を求める必要があります。つまり償却後純収益に対応した期待利回りを用いる必要があります。なので、償却後純収益に対応した期待利回りを求めた場合には、これ必要諸経費等として減価償却費を計上これする必要があるということですね。なのにこれ計上する必要がないとなってますよね。ここだけでまずは話ですね、誤りと判断してほしかったということです。償却前の場合には計上する必要がないです。一方、償却後の場合には計上する必要があるということです。その対応関係です。しっかりと話、誤りと判断していただいて、そうするとこれ歯が含まれていなければならないので、歯が含まれていない1番と3番の足は正解足じゃないと、まずはね、除かれるわけですね。歯でまずしっかりと誤りで、誤っているものを組み合わせるので、歯が含まれていない1番と3番は正解じゃないんだなと判断できます。で、
炉の足見てください。聞かれてることは若干難しいんですけど、炉の足、宅地の限定賃料の評価の場面で積算法を適用する場面、契約によって最有効使用ができないような場合であったとしても、最有効使用を前提とした基礎価格として積算法を適用しなさいと書かれています。でこれ講義でも説明して、まあ、ここだけじゃなくてこれいろんなところで今回書かれていたんですけど、賃料の場面で最有効使用という文言が出てきた場合には誤りの可能性が非常に高いんですよと、ね、説明していました。賃料契約ありきです。必ずしも最有効使用とは言えないということですね。なので最有効使用でなければならない、そんなようなニュアンスが出てきた場合にはこれ誤りの可能性が高い。実際この炉の足は誤りということです。賃料の場面で最有効使用でなければならない、前提とするんだ、そんなような表現が出てきているので、まあ、聞かれていることはなんとなくねちょっと分かりづらい辛いんだけど、これ多分誤りなんじゃないかなと判断してほしかったんですね。そういったテクニックを使って、この賃料場面での最有効使用を必ずしも前提としないんだ知識はこの問題以外のところでもね結構聞かれてましたんで、結構ヒントになったと思います。でそうなってくると、これ炉も含まれていなければならないので、この2の足もこれ正解詞じゃないと判断することができるわけですね。残り2つで、ここから先は難しかったと思うんですね。若干2分の1にはなってますよね。で、2の足、これ収益分析法です。で、収益分析法というのは、求め方が原則例外論に分かれている。原則は、収益純賃料、果実であります純賃料を求めて、そこから後から価格時点における必要諸経費を加えていくというのが原則的な求め方なんですけど、収益分析法は例外的な求め方が許されていて、企業収益を分析して、一気に結論としての必要諸経費込み込みの、収益賃料を求めることができる、こういった例外的な求め方があるんですよというのは講義で説明していました。そのことを聞いていたのがこの2の足です。直接込み込みの収益賃料を直接求めることができる場合もある、その通りですね。これ正しい足です。ちなみに炉の足はこれ勘事項で、この契約締結時点というのが誤りで、これ直近合意時点というのが正しい内容なんですね。これ難しかったと思います。これが誤りと判断するのは。ただ、2が正しそうで、ほがもしかしたら誤りかなぐらいの判断で、4番、5番に絞って、5番を正解と、まあ、判断してほしかったな。そういった意味では、もう少し合格率が高くても、正解率が高くてもおかしくなかった問題だったんじゃないかなって気はしています。はい、以上ということになっておきます。では、踏まえて、皆さんが一番知りたい合格ラインということですよね。レックは皆さんも登録していただいていると思うんですが、データリサーチとね、登録してもらっています。で、データリサーチ登録する人は、基本的には自信のある方が多いので、このデータリサーチの平均点が、大体毎年の合格ラインになっています。今、データリサーチの平均点は、138点ぐらいです。つまり、例年通りならば、合格ラインは、137.5 点ということになっていきます。問数で言うと55問ということですね。去年が135点ですので、まあ1問分 2.5 点ほど一応上がったラインが一応推定点ということになっていきます。で、もしかしたら今回行政法規が難しかったので、科目ごとの点数で自分落ちちゃうんじゃないかって気にしてる人いると思います。ただ、私が知る限りでは、この科目ごとの点数足りなくて、受かることできなかった、そんな受験生は聞いたことないです。例えば 137.5 点が合格ラインで、鑑定理論90点、行政法規が 47.5 点、まあ合格ラインクリアですよね。じゃあそんな点数取る人が実際にいるかというと、いないです。なかなか 47.5 点でも多分これね大丈夫だと思います。まあ多分40点切るか切らないか、そのぐらいまで低くないとやっぱり、ね、もうね、科目ごとの点数というのは多分、ね、引っかからないです。それってもうほぼ理論満点でっていうような点数じゃなければ、そういった点数にならないですよね。なので、科目ごとの点数というのは、基本的に気にする必要がないです。では、踏まえて今後の勉強ですね。これから今度論文に向けて勉強する必要があります。今年論文の本試験を本気で受ける方は、もう、ね、残り2ヶ月ぐらいしかありませんので、もうね、淡々とこれから勉強を進めていく必要があります。レクですと、直前のオプション講座、例えば試験対策講座とかそういった講座ありますので、まあ、そういった講座、うまく使っていただいても、淡々と今年の8月の本試験に向けて、まあ、進めていただく。一方で、来年の論文本試験が、まあ、本気の受験だって方ですね。来年とは言っても、もう来年の本試験まで1年、2ヶ月しかないです。正直にしかないです。あっという間に来年の本試験来てしまいます。なので、もう直ちに勉強を始めていただきたいんですけど、ね、論文のコースを申し込んでいただきたいんですが、とは言っても、やっぱりね、合格点、微妙な方はなかなか申し込み難しいですよね。まず一つ、140点以上自己採点で取れた方は多分大丈夫です。なので、もうね、
とっとと論文のコース申し込んでいただいて、もう直ちに勉強を始めてください。すぐにこう勉強を始めないと間に合いません。で、レックは論文のコース申し込んでいただくと、直ちに、4科目民法経済会計学鑑定理論すべてのインプット講座が全部の回数すべて見れるようになっています。からこれ今年の論文本試験用としても活用することができますので、まあ、そういった意味ではね、早く論文コース申し込む、140点以上ならば多分大丈夫だと思います。一方で130点台ですね、ボーダー前後の方、6月27日の発表まではなかなか講座を申し込むというのは厳しいと思います。その通りですよね。ただ発表までの1ヶ月ちょっとというのはこれ非常に重要なこれ期間です。来年の合否を決定すると言ってもおかしくないぐらいです。なのでやっぱりこう勉強を進めていただきたいので、そういった方におすすめなのが、レックの、ホームページに、受験生応援ページというのがあります。その特典の一つとして来年の論文合格を目指す論文対策講座の鑑定理論、論文ブリッジ講座というのがあるんですけど、全6回。こちら登録していただければ、これ無料で視聴できるような、そういった設定になっています。担当で身につけた知識を論文に使えるように橋渡しをするような、そういった全6回の講義です。こちら、私、基準の暗記の仕方とか、鑑定理論の答案の書き方とか、そういったものを説明していますので、こういった無料で見れる講座、取っていただいて、特に鑑定理論は、暗記です、基準の暗記をこれ進めていただくことが論文対策、担当対策になりますので、そちらを発表まで淡々と進めていただきたいということになっています。で、本当に今鑑定業界人手不足なので、もしかしたらある程度合格者増やすことも可能性ないわけじゃないです。120点台の人は正直言うと厳しいかもしれません。あんまりそこまで楽観的に言いません。ただ130点台ならば可能性十分になりますので、もう今日で担当のことを忘れていただいて、次のステップに向けて淡々と勉強を進めていただきたいということになっています。はい、では以上をもちまして担当本試験を切るガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。